ビートは、ホンダ技研工業が、1991年5月から1996年に、かけ製造を販売したオープンにシーターの軽自動車である。量産車として、世界初のミッドシップで、フルオープンのノコックボディを採用。車体外観のデザインについては、ホンダからの、公式アナウンスはないものの、ピニンファリーナの元デザイナーエンリコフミアは、 チェコスロバキア人デザイナーのパーベル・ハセックが担当したと語り、自動車雑誌スクーデリアでは、ピニンファリーナ・ミトスをデザインしたピエトロ・カマルデッラが担当したと記載している。サスペンションは、軽自動車においては、スバル以外では、数少ない四輪独立喧嘩のストラット式で、軽自動車としては、初めての四輪、ディスクブレーキ、SRS エアバッグ、サイドインパクトビーム、 駆動方式が MR であることから、全13インチ、54インチの前後異形タイヤが装備された。後輪ブレーキディスクは、当時のプレリュードのものが使用され、ルームミラーは、NSX のものを装備している。パワーステアリングは、装備されていない。クラッチ形式は、乾式短板ダイヤフラム。変速機形式は、常時光合式。変速機操作方式は、フロアチェンジ式。 舵取り装置形式は、ラックピニオン式。主ブレーキは、制動倍力装置が真空倍力式で、前後とも、油圧式ディスク。日本車の中でも、特に低く設定された1 1 7 5ト、mm、ルの前行のため、室内は狭いが、センターコンソールを助手席側に、約2トル寄せて、運転席を助手席よりも広く設定した。 トランク容量も極めて小さく、純正オプションとしてトランクリッドに取り付けるキャリアが用意されていた。スカイサウンドシステムと名付けられた、車速に応じて音量が自動調整されるビート専用のオーディオを装備している。車両中央に横置きされる E07A エンジンは自然吸気だが、独立3連スロットルと燃料噴射制御マップ切り替え方式を組み合わせた。 吸気システム、ムトラックにより、自然吸気の軽自動車としては、唯一自主規制に達する 64PS を 8100rpm で発生する。レッドゾーンは 8500rpm と高回転に設定されている。組み合わせられるのは5速 MT のみで、AT は設定されていない。1991年8月5日に死去した、ホンダ総一郎も、 同年5月15日の発表会に出席しており、ホンダが最後に見送った四輪車となった。2010年5月9日にはツインリンクモテギで開催されたオーナーミーティングのオーバルコースにおいて行われたパレードランに569台が参加。これはホンダの同一車種による世界最大のパレードランとなり、ギネス記録に認定された。 2012年9月21日に行われた社長会見において2015年までに軽自動車を6モデル追加すると発表されその中にオープンスポーツが含まれていることが公表されたその後この後継車種は2011年の東京モーターショーに出品されたコンセプトカーの EV スターをベースにしたデザインが採用されると報道された 2013年10月23日に第43回東京モーターショーにおいて次世代系オープンスポーツモデルであるホンダ S660 コンセプトが公開されることが発表された S660 が2015年3月30日公式発表同年4月2日販売開始 AB ホンダ公式サイトビート主要証言 2020年10月31日閲覧。デアゴスティーニジャパン週刊日本の名車第77号3ページより。ファクトブック8ページ目を参照猫パブリッシング館、カーマガジンナンバー392掲載。ザ・シークレットストーリービトウィイン・ホンダ&、ピーナイン・ファリナより猫パブリッシング館スクーダリア。ナンバーワン28掲載。ピニン・ファリーナ・ミトスを描いた男が語る。 知られざるヒストリーより、ビート。トヨタ自動車株式会社。2020年1月23日閲覧。ビートのカタログ。リクルート株式会社。2020年1月23日閲覧。今まで販売した車、ビート。ホンダ技健康業株式会社。2018年11月18日閲覧。 発売20周年記念、ビート専用純正アクセサリー、ビート純正部品特設ページ2012年9月、社長会見こ子し社長記者会見の映像で、27秒時点に、提示される資料にオープンスポーツが登場する。時期ビート2014年発売、EV スターのエクステリアデザインをそのまま採用第43回、東京モーターショー。 ホンダブース出展概要について、ホンダ独創のモビリティコンセプトモデルを出展。ありがとうございます。